シチリアの地図、第二次奴隷戦争は、紀元前104年から紀元前100年にかけて、共和制ローマ期に、シチリアで起きた奴隷による大規模な反乱である。三度にわたって、共和制ローマで起こった、奴隷戦争の二度目の戦争である。ガリア・キサルピナ族州に侵略した、キンブリ族へ対するために、総司令官、ガイウス・マリウスは兵を募るとともに、 同盟国であったビチュニアへ支援を要請したものの、ビチュニアは応じることができなかった。そのため、マリウスはローマの奴隷を兵に当てるべく、従順な一部の奴隷を解放するよう指示した。その際に800名程度のシチリアの奴隷が解放されたが、自らの自由を取り戻すために、奴隷らはローマに対して反乱を起こした。首謀者のサルウユウスはエウヌスの後継者を自称し、 他にトゥリフォン、アテニオンラが指揮したとされる。サルウィウスらは、不評二万、騎兵二千を含む訓練された軍を集めたものの、紀元前101年に、ローマの執政官であったマニウス・アクイリウスによって、鎮圧された。なお、サルウィルスらはこの戦いで死亡したとされる。ありがとうございます。